バルソーランズにある、フニテル日本におけるフニテルの例、フニテルとは、作動の一種で、日本の支援策を片側2条になるよう付設した、副式単線方式のうち、支援策の間隔が、ゴンドラの幅よりも広いものの相性である。副式単線自動循環式と、副式単線構想式とがあり、主に前車が、従来のロープウェイや、ゴンドラリフトに変わり、 1990年代以降、世界中の観光地に普及している。フニーテルはフランス語のフニークレアとテロフェリックあるいはテリフィリックとの造語である。半機は約30人分の乗客収容スペースを持ち、サンエスロープウェイで使用されるものと共通となっている。駅舎内部の構造をフニーテル全体の構造図、ゴンドラ、日本ケーブル、2016年4月16日閲覧。 コブレンズ、クア・カンストラクションス・ SAA。2020年4月4日、閲覧。箱根ロープウェイをもっと知ろう。箱根ロープウェイ。2016年4月16日閲覧。箱根ロープウェイのここがすごい。箱根ロープウェイ。2016年4月16日閲覧。ロープウェイにも、技術革新箱根のふにてる。2016年4月16日閲覧。 施設案内、ザオーロープウェイ、2016年4月16日閲覧、フニテルの概要、谷川学ロープウェイ、2016年4月16日閲覧、ありがとうございます。